その鍵からは微弱な魔力を感じるな。この嫌な匂いは間違いない。あのクソ女ゆかりのアイテムだよ。それじゃあお次はそいつをどこで使うのかな。実は魔法障壁のもんだな。しかもだが百鬼兵、さっきお前は面白いものを手に入れていたよな。あのクソ女のアジトまでもうすぐだ。さあここで九段のあれを使うんだろ。さっさと試してみろよ。やるじゃないか百鬼兵。私が直接そちらに出向くにはピラーオブテンペランスを咲かせることが必須だからな。お前も自分で考えながらキリキリ動けよ。さあ待ってろよマーリカ。積年の恨み今こそ晴らしてやるぞ。バイダー！
やっ、あ、you
뭐야? 허금! 희경! 허금! 오이! 으흠!
近くに強いピラーの存在を感じるぞ。あのクソ女がピラーの守護者というわけか。でもまあいいか。どちらにしてもあのクソ女はぶっ殺すわけだし、一石二鳥とはまさにこのことだ。いいか百鬼兵、ここから先に進めば後戻りはできないぞ。覚悟を決めていけよ。
珍しいお客。ええ、そのようね。じゃあ私は行くわ。悪いわね、あなたにはお願いばかりで。あなたの頼みですもの、私に任せて。ようこそマナの皆のもとに集う友人よ。ずいぶんと森を荒らしたようですね。ですが、せっかくここまで来ていただいたのです。あなたを歓迎いたしましょう。先ほどもお会いしたのですよ。マスクを取っているのでわかりませんが、改めまして、私はこの森の秩序と繁栄を司る魔女、マーリカと申します。あなたはあの子、リカが呼び出したマナニアですね。こちらにおいでなさい。少しお話をしましょう。あなたもです、リカ。千里眼で見ているのは分かっています。先日の蛮行は許しましょう。話があります。こちらへいらっしゃい。おっけぽ。ああ、私を呼びつけるつもりか。何様のつもりだよ。指図されずともすぐに言ってやるさ。そいつがピラーを咲かせた後にな。分かっているぞ、お前そこにあるピラーの守護者になっているな。やはり沼の力なしにはそこを出られないのですね。ではそのままで構いません。私の話をお聞きなさい。小さなマナニアさん、あなたには飲み物を用意しましょう。魔力の入ったマナ茶などいかがですか。おい、何ボサッとしてんだ。あいつを殺すのがお前の役目だぞ。あいつのペースに乗せられるな。騙されるんじゃないぞ。奴はとんでもなく性根が腐ってるんだからな。それだって毒入りだ。一服持っているに決まっている。お前を殺す気満々なんだよ、そいつは。さあお茶をどうぞ。やっ。拒否ですって。まさか自分で判断しているとでも言うのですか。驚きました。あなたただのマナニアではありませんね。リカ、この子は何者なのですか。教えてやるもんか、バーカ。私たちはお前の首を取りに来たんだよ。黙って殺されろ、このって女。百兵、さあそいつの首を引きちぎり蹂躙し、病弱の限りを尽くしてやれ。やめさせなさい、リカ。後悔することになりますよ。知るかよ、死ね。やっ、無駄です。もうおやめなさい。やっ、戦いは何も生みません。やっ、やっ、ほん、やっ、だよ。もうおやめなさい。何も生みません。やっ、やっ、ほん、やっ、やっ。いい加減にしなさい。もやっ、やっ、おやめなさい。やっ、やっ、ほん、やっ。戦いは何も生みません。やっ、やっ、ほん。もうおやめなさい。戦いは何も生みません。
いい加減にしなさい。つまらん防御魔法ばかり使いやがって。仕方ない。もう少し後のお楽しみにしようと思っていたが、あれを使うとするか。裏技だよ。裏技。お前の持っているギガカロリーをもやしに燃やしまくるんだ。燃費は悪いが、お前の能力は圧倒的に上昇するだろう。混沌の力を解放する技、名付けてカオスリバレーション。こいつを使えば、あの程度の防御魔法など簡単にぶち破れるはずだ。ただしカオスリバレーションを発動すると、活動時間は大抵数十秒と持たないからな。一瞬で型をつけろよ。攻撃こそが思考にして、最大最強の防御手段ってことをあいつに教えてやれ。あの女のどす黒い腹に風穴を開けてやるんだ。にゃっ、やっ、うぎょ、うぎょ、にゃっ、だよ、にゃっ。もうおやめなさい。にゃっ、やっ、無駄です。うぎょ、にゃっ。戦いは何も生みません。もうおやめよ。いい加減にしなさい。やひにゃ、おい、やや、おいよ、やだよ、おや、や、無駄です。やもうおやめなさい。やわいわい、やや、おいよ、おや、だよ、や、わい。戦いは何も生みません。やや、おいよ、もうおやめなさい。だよ、や、いい加減にしなさい。いや、いや、無駄です。ほいよ、いや、もうおやめなさい。いや、いや、戦いは何も生みません。いや、いや、ほいよ、いや、だよ、もうおやめなさい。いや、いや、ほいよ、いや、だよ、いや、おにゃ、ほいよ、
界は何も生みません。やっやっぽよ、やもうおやめなさい。やっやっぽよ、やっいい加減にしなさい。ぽよぽい、やっ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 、ルダです。ぽよ、やっもうおやめなさい。やっおりよ、戦いは何も言いません。やぽよ、やだよ、もうおやめなさい。やぽよ、やだよ、やややや、いい加減にしなさい。やややややや、もうおやめなさい。やや、無駄です。ややお前、素晴らしい働きじゃないか。ピラーに続いてクソ女までも倒すとは最高だ。今日は何かいいことが起こりそうな予感がしていたんだよ。お前を呼び出すことにかけた私の判断は間違っていなかったということだ。100年にわたる争いも最後はあっけなかったな。やはり隠れてやがったか。おい百鬼兵、あいつはまだ生きているぞ。さっさと息の根を。いや待てよ、ピラーを先に咲かせろ。とどめはその後だ。沼を広げた後、私が直々に出向いて奴の首をもらってやる。またしても世界が広がったぞ。そしてマーリカ、今日こそ決着の日だ。お前がピラーの力に頼る無能力者だったとはな。
まあ心配するな。すぐに楽にしてやるよ。待ちなさい、リカ。あなたはまだ何も理解していない。お願い、私の話を聞きなさい。嫌だね。お前は今から死ぬ。ただそれだけだ。今まで幾度と出会いながら話せなかったことです。私はあなたの母なのですよ。ん何を言い出すかと思えば母だと。それがどうした。疑う気持ちはわかります。ですが勘違いしているようだが、別に疑ってなんていないさ。ただ母だからそれがどうしたと言っている。つまらん話だ。そんなのはあの世でババアにでもしてやれ。自分がこれまで何をしてきたのか思い出させてやるよ。リカ、私はメタリカだ。そんな名で呼ぶな。ごめんなさい、私のせいで。あなた、うるさい。つまらん話ばかりベラベラと。今すぐその首もぎ取ってやる。あ、お前自慢の魔除けのアミュレットが壊れているじゃないか。それじゃあ呪いをかけてくれって言ってるようなもんだぞ。リカ、あなたは。その汚い口を開くな、ゲロ女。このまま暴走させてしまうくらいならいっそこの私の手で。死ぬよりも辛い目に遭わせてやるぞ。殺すより面白いだろう。ん？そうだ、もっと面白いことをしてやろう。気に入ったか？今のお前にお似合いな生きのいいオスネズミどもだ。私の母だと抜かすなら私に弟と妹をたくさん作っておくれよ、お母さん。うん、ジオー！ざまあ見たか。これで私の勝ちだ、マリカ。沼に帰るぞ、百鬼兵。今夜は祝勝会だ。最高の気分にふさわしい沼料理をアルレッキーノに用意させようじゃないか。
おい、アルレッキーノ、次の料理はまだか？お待たせいたしました。白ネズミの唐揚げ、野草風味にございます。白ネズミだと？あのゲロクソ女を倒した夜にぴったりの食材じゃないか。先ほど森で捕まえたばかりの新鮮なメスネズミを釜釜の油でカラッと揚げた口当たりの軽い一品でございます。大層フェロモンが強いのか、オスネズミと走り回っておりましたところを一網打尽にいたしました。波のネズミにはない滋養競争効果が期待できますかと。はい、まあいっか。よし、ならば憎き魔女を倒した褒美としてこのネズミお前に食わせてやろう。丸飲みするなよ、よーく噛んで食べろ。うむ、この調子で契約が切れるその日までキリキリ働けよ、百鬼兵。はて、森の魔女様を倒せたら世界を沼で満たす前に契約を解除する、百鬼兵様を解放されるというお約束だったのでは。あれはなしだな。こいつの契約はまだまだ解かないぞ。最高のおもちゃを手に入れたんだ、やすやすと手放すものか。お言葉ですが、一度した約束をたがえるというのは魔女の誇権に関わります。意地悪しても約束守れ、大魔女ウルカ様ご執筆の魔女ドクトリン第3節の一文にございますれば。ん？私がいつ約束をした？約束はしていないんだよ。ま、これは契約内容の誤認というやつだな。それに言っとくけどな、森の魔女、いやクソ女にとどめを刺したのは百鬼兵ではないぞ。どこのドイツだ？ああ、第一、お前が交わした契約にはしっかりと書かれているんだ。ほらここだ。契約主たるコウコとメタリカの命が尽きるまでオツコと百鬼兵は働かなくてはならず、いかなる理由があろうともこれを解除することはかなわないとね。まあ心配するな、私の余命はどうせあと100日足らず。いや、正確にはあと99日か。それまでに世界を沼で満たすことができれば、今度こそちゃんと解放してやろう。あれよあれよと残り100日のお命。ああ、リカ様、なんとおいたわしいことでしょう。リカではない、メタリカだ。それに命など惜しいものか。ただこの命がある限りはお前たちは私に絶対服従だ。働け働け、そして世界を沼で満たすのだ。そうなれば。任務完了でございます。死亡を確認いたしました。おはようございます、百鬼兵様。なんとすがすがしい朝でございましょう。百鬼兵様もよくお休みになられたのでは。といっても百鬼兵様に睡眠は不要でございましたか。そうでした、
私朝食の準備の途中でございました。申し訳ありませんが百鬼兵様、私の代わりにリカ様を起こしてきていただけませんでしょうか。リカ様の寝室は2階となっております。リカ様はお目覚めが非常に悪く、いえ非常によろしいので、お気をつけていってらっしゃいませ。おいおい、そこのあんた、あたしゃで寝てみないかい。リカ様は昨晩死んじまったし、どうだい、ふっかふかで気持ちいいよ。おきゅ、なんで寝なきゃいけないのかって顔してるけど、なんだあんたマナニアだったのかい。それじゃあ睡眠は必要ないね。おや、リカ様、はあ、これは真の像が停止しておられますね。それに瞳孔も開いておりますれば、いわゆる心肺停止状態でございますか。お食事の準備ができたので来てみれば死んでおられるとは。どういたしましょう。困りました。このままではお食事が冷めてしまいます。あれをするしかなさそうですね。これをお口から。いえ、私が来た時にはすでにお亡くなりになっていらっしゃいました。これは事件の香りがしますね。はい、犯人はお前だろうが。首はいけませぬ。ちアルレッキーノの殺人癖はどうにも治らんな。殺されたのが私でなければ、これで物語は終わりだぞ。早々にゲームオーバーだぞ。ふざけやがって。ゲームオーバーというよりはエンディングといった方が適切かと存じますが。ん？私は偉大なる魔女にしてお前たちの主人だぞ。お前の言葉には敬意というものが足りん。私をもっと敬え、褒めたたえろ。そして貸し付き、命を差し出せ。それでこそしもべというものだ。ではお亡くなりになられてもいとも簡単にご復活されるとはさすがにございます。噂伝説の類は数あれど、日常的に生死を往来し自在に操れる者は偉大なる沼の魔女リカ様を置いて他にはおりますまい。メタリカだ。しかもお前それで世辞のつもりか。当然のことを言ってどうする。生死の往来など私にとってはさして意味を持たぬのは知っていよう。何せ私は不死身なのだからな。さすがにございます。10歳で賢者の石、13歳で生命のエリクシールを生成した私の魔女術にかかれば造作もないことだ。ですがそれほどのお力がありながら余命が残り99日というのはいささか矛盾を感じざるを得ませんが。ん？お前は何を言っているんだ。生死と寿命は全く別物だろ。さようにございますか。当然だ。なるほど、そのように考えたことはございませんでした。生死と寿命は全く別物。なかなかに奥深いものでございます。
だろう。私の偉大さがお前らの小さい頭でも少しは理解できたようだな。まさに感服でございます。しかしこの偉大さを世に広めようにも沼がない場所になど行きたくないし、私には時間がない。おいたわし屋でございます。ゆえに急ぎピラーを咲かせ、この世のすべての者たちに私の偉大さを思い知らせてやる必要があるのだ。さすがは偉大なる沼の魔女様、壮大な野望でございます。はあ、お前と話しても何の張り合いもないぞ。相変わらずつまらんやつだな。それは失礼いたしました。もういい、無駄話は終わりだ。目障りだったゲロクソ女もようやく始末したことだし、これからは本格的に沼を広げるぞ。そのためにはピラーオブテンペランスこと大ピラーを咲かせる必要がございますね。片っ端から行くぞ。咲かせて咲かせて咲かせまくるんだ。それじゃ久々にあの門を開けるか。あそこを開けるのは100年ぶりくらいだな。百鬼兵ついてこい。次の指示を出してやる。第1幕第2章、魔女と異端審問官。魔球